外金はまた別料金だ。よっ、はあ、へいっ、よいしょっと。ふう、綺麗にします。粉々よ、よっ、はい、よっ、いざ勝負。やっ、よっ、せっ、わめきなさい、よっ、よっ、目には目を、それ、行くぞ、急ごう。星と深淵、無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。星と深淵、
世界は謎だらけだね。早く傘の下に入りなさい。君が病気になって体を壊したら復讐する相手がいなくなっちゃうじゃない。参ったな。新しい着物、うん、やっぱり小倉やね。
一般の客は招いておりません。お帰りください。なあ、ちょっと待ってくれ。オイラたち一般の客じゃなくて、海外から密航してこちらに亡命してきた特殊な客ですね。その格好を見ればわかります。そんなこともわかるのか。って違う、オイラたちはそんなんじゃ。シャブ業の印象、トーマさんですか。お二方は普通の身分ではないようですね。ではシャブ業の小さな保有地コモレジャヤへようこそ。そうこなくっちゃな。やっと着いた。トーマは？トーマはどこだ？あれ、トーマのやつ、まさか約束を破ったのか？約束を破るだなんてひどいな。君たちこそ俺のことを忘れてたじゃないか。どういうことだ？犬が喋った。ははは、驚くことはない。俺のこの状態を見るのは初めてだったかな。うん、リーユエではこのようなものを見たことはなかったのか。そうか、オイラなんか分かった気がするぞ。もう冗談はここまでにしよう。お前ってやつはなんでいつもこうなんだ。離島の時も茶屋の時も君たちを待つ時間がとてつもなく長くてね、こんな特殊な待ち合わせ方法を考えたのさ。でもやはり二人には俺からのきちんとした謝罪を受け取ってほしい。これまでの数々の試練は必要な形式だったんだ。すべては君たちをお嬢のところまで連れて行き、俺たちの来航に立ち向かえる仲間になれるかどうかを見極めるためのね。真面目な顔になったからってオイラたちが許すと思うなよ。やりすぎたかな。悪い悪い。君は最初から規則なんかにとらわれるような人じゃないだろ。君の意志は揺らぐことがなく屈服することもない。はるか昔、俺もそんな仲間を一人持っていた。しかし、来航が下され。へえ、君たちも彼のことを知っているとは。どうやら彼の光はかすかなものなんかじゃなかったみたいだ。もちろんさ、シャブ業所の神里府まで連れて行ってあげるよ。だがその前にもう一つ二人には来てほしい場所があるんだ。あ、どこだ。鳴上島に住んでいる限り無視することのできない建設中の巨大な千住百目神像だよ。
この心臓の周り、なんか殺伐とした雰囲気が漂ってるぞ。普通の人はこんなとこ近寄りもしないだろう。あれ、よく見ると上にはめてあるのは神の目。神の目！メガリレーで押収した神の目をこの心臓にはめ込んでるのか？やはりもうメガリレーのことは聞いているんだね。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。ライデン将軍は稲妻の統治者であり、稲妻の神でもある。幾千年も変わらない永遠こそこの国を司る彼女の意志なんだ。そのため三奉行によって国政を固め、鎖国令で人員の流動を阻止する。稲妻をそのように静止した状態にし、時間という流れから逸脱させ、稲妻を不変のまま永遠までたどり着かせる。それが将軍の考えだ。神にも自分たちの考えがあるんだな。もちろんこれは俺自身の見解だけどね。最近行われているメガリレーの理由については、もしかしたら将軍は神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだろう。だからライデン将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千住百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。なんかライデン将軍ってちょっとわがままじゃないか？君たちみたいな異教人くらいだろうね。そんな風にライデン将軍を批判できるのは。だが俺もそう思うよ。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレーが出されたその日から抵抗する決心をした。お
香織、どうしたんだそんな顔して。あ、音？俺は聞こえなかったけど、何か起きたのか？心臓に触ったんだよな。何かあったのか？願い？ふん。確かにそれは、ある言い伝えを裏付けることになるね。聞いたことはあるかな？人の願いが一定の強さに達したとき、神の視線がそのものに降り注ぐ。それが、神の目の由来なんだ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。もし君が言ったことが本当であれば、どうやら人々の願いは俺が思っていたよりも根強いものだったようだ。さあ、鳴神島のお客人がだ。そろそろ次の場所、神里府へ向かおうか。
わめきなさい。それ、よっ、はい。それ、よっ、はい。よっと。それ。Thank you.